ただねぎらって欲しかった男、キム、銀河ナム。ねぎらって。何言ってもケオリソウ。女の名前呼ぶなんて甘ったれがよう。なんてよく言えたなこいつ。結局ディアナ様にいい子いい子してもらえたらよかったの。地球帰還作戦の時に銀河ナム艦隊も連れていく。ディアナ直令の軍事戦法隊として降下、戦闘を通して地上を奪還すれば成功だったかもしれない。変異役なのをいいことにだけの管轄を課して兵隊揃えて作戦を始めたディアナが引き金引いてるってのはそうとしか言えない。そうしなきゃいけなかった事情とか、それは銀河ナムにも原因あるだろとか言い分はあるにしろ、バーサーカーに見えて最後の最後にあれ、クソめんどくさい人間性垣間見えるのはすごいおはげらしい。何百年何千年月の軍隊してきて新設の親衛隊に出番取られたらまあ怒る。でも主張と切れ方はおかしい。部門をスルーして新規に設立した軍隊で軍事行動するのはディアナにその気がなくても家そのものへの攻撃なので、銀河ナムの人間性が同行で済む話じゃないと思う。いきなり戦いを始めたいわけではないのに、始めたくてしょうがないやつ連れていけるわけねえだろ。だからな、レスバが好きなだけでレスバが下手な義務銀河ナム。オノレメリーベル、攻めてる巣中の月を守ってください。言われていたらえぐれなかったんだろうな。誰かが大きくやらかしたというより、みんなかなりやらかしてるのがターン A だからな。グエンが苦労してセッティングした階段で急に凶ってボウガン持ち出す貴族とかは、ヘイパーティーでケーキから飛び出す半和ヘハの面々とか、いつも言うこと聞かずに突撃するミリシャの面々とか、少し前に全部見たけど上の方の人らがかわいそうになる展開が多くて。いいよね、キースが1話の半分かけて設計したわ。ヘイケーキをしょうもない作戦で一瞬でべちゃってするの。外交しに行きますって時に好戦的な矢から連れてくわけねえよな。ボディガードならともかく。やっぱ先遣隊がメガ粒子砲をぶっ放したのが全部悪いよ。砲ばかり割れてるけど交渉最中に交渉人殺す蛮族も悪いよ。あれで殺したのがちょうど裏切ってない人のトップなのひどいよね。コウは好きじゃないんだけど、あの状況だとあいつが引き金を引かなくても遅かれ早かれ戦争に至ったとは思う。月からマジで人が来るなんて御曹司でも半信半疑で、ディアナカウンター側もやっちゃいましょうよってやついるくらいだからな。ディアナ、カウンター側は地球人を完全に舐め腐ってるからな。ディアナ様が気まぐれで入れ替わり遊びしなかったらだいぶ違ってたことを踏まえると、だいぶ混乱のもとでは。そもそもディアナ様はアグリッパと銀河ナムの問題を残したまま地球に来た時点で、ディアナ様にそんなに時間残されてなかったものあるし、そのせいでいろいろ急ぎすぎたからああなってしまった部分は少なからずある。わがままなとこもあるけど、なんでかってそれまで象徴の女王としてずっと仕事してたのもあるからね。そういうとこがターン A 好き。演説とかできることはやってたと思うぜ。ディアナ様一人じゃ止めようがなかった。フラフラしてたけど最後は女王の責任果たしてるから、ディアナ様大好き。序盤で解決したとはいえ恋心で降りてきたのは月サーが荒れますよ。ディアナ様、まあ相手がクソ野郎になってたおかげでこじれずに済んだ。事情は荒れ部門を差し置いて、軍隊設立して勝手に軍事行動したディアナが銀河ナム決起の原因ってのは本当にそうなので、茶化す気にはならない。ねぎらいってのも政治的フォローって意味じゃないかな。
国王から名誉が与えられない軍人って空虚さすごいから、本当の意味でねぎらいの言葉欲しかったのもあると思う。地球降下作戦自体が下準備足りなかったに尽きる。まあその原因も寿命が尽きちゃうから仕方ないんだけど、アグリッパのもムーンレースの寿命絡んでるし。なので実際急いでしまったってディアナ様が後悔してる。少なくともディアナのいることは聞くから、ディアナカウンターより銀河ナムを連れて行ってた方が正解。ディアナが護衛として側に使えよとか言えばノリノリでその役やりそうなんだよね。ご大将、ディアナカウンターは死人上がりだけど、銀河ナム隊は名門の出だから統率は取れてるよ。そりゃトップが戦争にノリノリでも喉も戦えしてただけだし、 DC のように地球で絶対こっちから攻撃するな、攻められても最低限身を守ることに徹しろと命令されたら DC より早く大暴れしてたと思う。戦いはあったけど戦争ではないから、誰がついてきても対局的には変わらんだろう。ディアナ様次第。ギムギンガナムってねぎらってたらディアナ様の味方になったの？どの程度のねぎらいで満足するかはともかく、少なくとも明確にポーズを示せば決起まではいかなかったんじゃないかな。なってないんじゃない。まず地球支配しようって言い出したのをディアナ様に却下されてキレてるし。戦バカだと会話にならないと思ってディアナカウンター連れてったら、回戦した挙句に戦バカもキレたと言う、踏んだり蹴ったり。最初は混乱のせいで衝突しちゃったけど、すぐにお互い冷静になって交渉再開したじゃん。その戦バカともう一人の黒幕が邪魔したせいで泥沼になってるのに、あいつらほーら見たことかとか言うし、邪悪すぎる。地球側も DC 側の偉い人バーンして即座にまた報復したし、とりあえず手打ちで歓迎パーティーしましょうって流れになってたのにね。そこからずっとアグリッパの妨害が続いていがみ合うことになった。ディアナがねぎらってたらアグリッパとつながることはないんじゃないの？同じ方向いてはいるけど、もともとあいつら別々で嫌がらせやってるし、その場合でも大差ないんじゃないか。 DC と地球の交渉が甘くいってないの、ほぼアグリッパと銀河ナムが原因なのに、こいつらディアナ様にあれあれ、あんなに自信満々だったのにどうしたのかなみたいな態度取ってるのがめっちゃ腹立たしい。あのまま平和になったら君ら何してたの？って話にされるので、義務は蹴おらざるを得ない。でも最初から連れてったら焼け野原だよね。積んでない？そこは演習してましたで良いんじゃないの？ディアナ様の命令だったんだし。そもそも銀河ナム艦隊のルーツは、遠い未来に地球が技術を発展させて月に攻め込んでくるようなことがあった場合に備えての防衛組織なので、何もないなら何もしないで本分を全うできるので別に問題ない。銀河ナムを連れて行かなかったから銀河ナムがへそ曲げてああなったんだもんだ。まず銀河ナムが余計なこと言って怒られる流れがあるから自業自得なんよ。まずムーンレースが深いところで地球人舐めてるから、あんま誰言っても変わらないのはあると思う。あえて言うなら、地球降下作戦にそこそこ以上の武力持ち込んだ時点でやらかしてる感あるし。侵略を進言した銀河ナムを退けて、あくまで話し合いだよ。ディアナカウンターは護衛だけだよ。ってところまでは銀河ナムも黙ってたから、そこからディアナカウンターで侵略戦争になったのが我慢ならなかったんだろう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いするのだ。